ただいま323系の外回り普通電車が入ってきたところで、駅へと入ってくるところではありますが、今来ているところは JR 天満駅の北口であります。そこから左の方に行くと改札口になっていて、そこから右に行くと天神バス寺商店街というところになるんですが、さらにそこから北の方へと向かっていくと、このようにですね、道幅の方は狭くなってしまうんですけれども、まあ、飲食店がですね、非常に多く立ち並ぶところなんですね。あと2つですね、行き道、これ東側に行ったところにあるんですが、まあ、今回はそこは行かずに、そこから左へ曲がって天神バス寺商店街を少しではありますが歩いていくことになります。天神バス寺商店街を、まあ、少し南下する形で、そこから右に曲がって、ちょうど関西未来銀行の ATM コーナーがあるんですが、その左手に扇町駅の1号出入り口が、そして正面に目を向けると右斜めにはなりますが、カンテレ関西テレビとキッズプラザ大阪の正面となります。地上から信号を渡りたかったんですが、まあ、そこ一人の方が待っていましたので、そこは渡らずに大阪メトロ堺筋線の扇町駅の改札の方へと来ました。本来であればこちらの方にもですね、空間があるんですけれども、今はですね、工事柵がつけられていて、ここがですね、少し狭くなっているというところなんですね。その扇町駅の中をですね、通り抜けることはできるんですね。いわゆる1号から2号出入り口方面へエレベーターがあって、その先にスロープがあって階段があります。で、そこからエレベーターの手前で右に曲がるとカンテレ扇町スクエアとなってスロープになっているんですが、そこから地下1階から中へ入ってキッズプラザ大阪へ入るということなんですね。22号出口にあたるエレベーターを上がって扇町公園の中へと入ってきました。左手には扇町プールの建物があって、そして右手の方には 2A 号出口となる扇町駅があります。こちらが西口ということになるんですが、カンテレ扇町スクエアの1階部分になっていて、その正面1階のですね、西口のところにはこのようにサイコロ型のですね、椅子が多く置かれているんですね。そしてその先に大きな広場があって、毎年10月に北区民カーニバルが行われているということなんですね。そしてライター設備もありますので、暗い時には一部ではあるんですけれども、その扇町公園の大きな広場が照らされているというところなんですね。そしてこのようにですね、ロッククライミングのようなですね、ものがあって、飲み物の自販機が4台あります。そして扇町駐車場の入り口があるところなんですが、その遠くからの目を受けると大きな遊具が見えているということなんですね。このように土管を感じるような滑り台と普通の滑り台などが置かれている、これがマウンテンスライダーというものなんですね。このようにですね、マウンテンスライダーの遊び方が出ているんですが、この遊具は12歳までですね、使えるという遊具なんですね。そしてそこからこのようにですね、坂が上がっていて、そのマウンテンスライダーの頂上へと向かってくる坂ということなんですね。そして西側にあるこちらの建物が大阪市の北区役所北区保健福祉センターになります。そうすると左へと曲がり始めたところに、このような2つのですね、水道管のようなものがあるんですが、大地の声と呼ばれるパイプなんですね。そしてその山の頂点にですね、大地の声のもう一つの部分があるようなんですね。
ちょうど今323系の内回り環状線の電車が通ってきたところなんですが、こちらが扇町公園の北口ということになります。北口の方はこのようにゲートになっているんですけれども、町の音の座と書かれているんですが、その北口の西側、こちらのベンチがその町の音の座というところで、まあ、座るとこれらの音が不思議な音色として聞こえてくるということなんですね。扇町公園の北入り口はこのように階段状になっていて、青の手すりの方が付けられてあります。扇町公園の北入り口のところから階段を下って地上へと降りてきました。そして今歩いているこの道が扇町公園北通りなんですね。そうすると左手南側ということになるんですが、14階建ての大阪市営扇町住宅がそびえ立ち、そして信号を渡ってきた左手の方に南側になるんですが、こちらが大きな北区の大病院、北野病院となります。北野病院の手前で右の方へと曲がって大阪環状線の高架のところへと来ました。ホテルダイムマックスの手前にある南側、そこから右に曲がったところには北天満会館の集会所があります。今は大阪市北区の中崎1丁目を歩いているんですが、ここで JR 大阪環状線をもう一度ですねくぐることになるんですね。その大阪環状線の高架をくぐってきた先に商店街のアーケードも見えてきます。商店街へと向かって歩いているんですが、右手にマンションがですね2棟飛び立っているんですけれども、実はこの道は中崎と小崎町の間の道路になっていて、左に行くと中崎、右に行くと黒崎町になります。そして左の方へと曲がってアーケードの中に入ってきたんですが、おいでやす通りとも知われている天狗中崎通り商店街、そしてもうすぐに出口に出てくるんですが中崎1号車線へ差し掛かってきます。その手前の左手に谷増線中崎町駅があります。中崎1交差点を渡って宮古島通りの方へと出てきました。そこから南西へと向かっていくことになるんですが、その先に大阪梅田終線の高層のビルが見えてくることになります。そしてヘップのですね観覧車が右斜めに見えるということですね。ここで大阪環状線の高架をもう一度くぐるということになりました。ちょうど中崎町駅のいわゆる南西口3号出入り口、その手前に何屋ビルがそびえ立ちます。そして宮古島通りの方を引き続き南西の方へと向かい、ボートピア梅田、いわゆるボートレースケットショップ梅田方面へと向かうことになります。右手の方には ECC 国際外語専門学校があり、そして一つのビルを挟んでカプセルホテルの大東洋が見えてきます。南西の方向へと向かっていくと左手に阪急東中通り商店街があり、そして右手のところに弥生軒の定食所があります。そして右手に目を向けるとボートピア梅田の高い高層ボートレースの場外発売所が見えてきたことになります。ボートピア梅田を過ぎて堂山町の交差点へ、そしてこの上を新御堂筋国道423号がかかっていて、そして東阪急ビルへと差し掛かってきます。まあ、結局ですね中津方面は行かずに大阪梅田方面へ、まあ、宮古島通りを通る形にはなったんですが、右手の方にはケンタッキーフライドチキン松の屋、そしてカラオケ店の商業施設が見えて、そして左手の方に HEC という文字が見えるんですが、こちらが阪急東中央商店街となります。そして左手の方に格安の殿堂ドン・キホーテが見えてきたんですが、アイスクリームの自販機の左側になんと昆虫食自動販売機があるんですね。
このようなですね、昆虫食のですね、自販機はですね、なかったんですけれども、まあ、大阪梅田のこの場所に置かれるのは初めてではないでしょうかね。まあ、登録クッキーや介護のさなぎなどがですね、売られていて、まあ、料金はですね、1000円ということなんです。ちょっと割高ということなんですね。そしてドンキホーテの右手にも入り口があるんですが、こちらが梅田七色になっていて、ラウンドワン、そしてマルハンが入っています。そしてドンキホーテもその中に入っているということなんですね。そしてさらに左の方へ曲がると松原一番街の商店街へと向かい、そしてこの信号を渡ってきますが、そこを渡ってくると一風堂があって、ヘップの観覧車が多く見えてきます。左の方へと曲がって、今度はヘップパイプを右に見る形で進んできます。そして左手の方には阪急メンズの建物があって、 OS の方へと差し掛かってきたというところですね。ヘップファイブの正面へとやってきました。そうするとですね、スパイラルボールのモニュメントがあり、梅田小牧場ここにありということでですね、1998年11月に阪急東方グループ、今は阪急阪神東方グループになっているんですが、その代表としてこのようなメッセージが書かれてあります。ちょうど今223系1000番台の新快速が入ってきたところですが、まあ、今日は祝日休日に取材しているということで、まあ、利用されている方もですね、まばらという感じで、まあ、席の方にも空席があるようですね。阪急大阪梅田駅の南側、このようなですね、阪神そして地下鉄方面へとつながる連絡通路へと来ました。いわゆる阪急百貨店の入り口前というところなんですが、右手に新梅田食堂街があって、そして左手の方に JR 大阪駅へとつながる信号があります。さらにその真ん中には、そこから地下を通ってですね、御堂筋線 JR 大阪駅へと向かう階段があります。階段から降りてくると阪急三広場地下通りへと差し掛かってきて、そしてリソナーの ATM コーナー、エスカレーターを過ぎた先に大阪メトロ御堂筋線の梅田駅があります。現存21系の06編成が入ってきたところ、中本行きということになります。ということで、西中島南方駅のですね、今入っている風景があるんですが、これをご覧いただきながら結果をご紹介したいというふうに思うんですが、天満駅の北側から、まあ、大木町公園を通って大阪メトロ御堂筋線の梅田駅まで歩いたわけなんですが、時間にして38分51秒、距離にして 2.47 キロ、3433個の271キロカロリーということで、まあ、本来はですね、中津の方へと行きたかったんですけれども、まあ、宮古島通りの方をですね、まあ、ひたすら南西の方へと向かう形で、まあ、曲がりたかったんですけれども、まあ、人の方がいらっしゃったので、まあ、その方を一緒に通るとですね、ちょっと具合悪いかなというですね、やめたわけなんですけれども、ちょうど今ですね、中本駅が発車してきたというところで、まあ、今日は休日ということでですね、まばらにですね、乗客の方、まあ、座れる環境にはなっているということなんですけれどもね。
まあ、このように大阪メトロの方も一部の路線でホーム柵が完了し、まあ、転落防止のですね取り組みが一層進められていることが分かります。坂井筋線の方でも現在は取り付けが一部で進められていて、全駅の設置に向けた取り組みが進められているということなんですね。ということで、間もなく千里中央駅の2級車両が入ってくるところで今回の動画終わりとなります。ご覧いただきありがとうございました。